アニメだからポーズという言い方をしてるんですが、実はあの演技です。あのアニメーターっていうのはあの紙の上だけであのキャラクターを動かしますんで、あの時々うかつにこういうことをやるんです。あのいわゆる動いているにもかかわらず死に体のポーズ、つまり死んでるポーズを変えてしまうということなんで、死に体のポーズってのはどういうことかというと、手足の力が全部抜けているポーズが死に体です。殴られた途中の絵が死に体になっちゃうことがあるんです。でところが殴られた時も実は気絶した人でない限り死に体には絶対になりません。必ずあのつまりこういうことです。あの人間が床に倒れる時にやってみます、見せますけれども、こういうことです。どんなにドンと倒れてもですけど、人間っていうのは、人間っていうのはいいですか、倒れてみますよね。頭は床に先につかないんです。ところがあの作画をすると頭から床に落ちるっていう作画をします。でそれを言っちゃえば死に耐えて言います。頭から打った人間ってのは立ち上がれないはずです。けど、まあ、頭から落ちるっていう作画ってこういう作画があるんです。よく反撃することを想定しているあの殴られ役っていうのは、頭は絶対にです、ここで落ちます、ここで落ちます。でこれが今はとても分かりやすいです。でそれがあの普通の演技の中でも行われたりするってこと、つまりあの立って生きた芝居をしているはずなのに手が死んでる、つまりあの演技が下手な。アニメーターというよりもデスクワークをしている人間の癖なんです。引きサイズの絵よりもちょっとアップサイズに描く方が楽なんです。コンテナに指令してある絵のフレームが、おおむねアップサイズになります。これは癖です。そうすると特に今みたいに横長テレビや何か出てきちゃいますと、スタンダードでも、ワイドサイズで見られるようなケースが出てきて、うかつに根底よりもアップサイズに、例えばこの場合にはきっとこのサイズでいいんでしょうけれども、アップサイズにやると上下が切られちゃうっていうケースがしょっちゅうある。そうするとオンエアされる時より以上にアップサイズになってしまったりする。ですからアップサイズよりは引き気味で作画することを今アニメーターにお願いしています。そしてやや引き気味の方がもう一つスケベ根性がありまして、映画っぽく見えるんです。この10年のアニメーターとかアニメの世界の絵描きっていうのは、絵を全部俯瞰で描きます。極端な言い方をするとアニメーターっていう本来演技をするものを描くべきものでも、いつも舞台を俯瞰で見てるんです。ですからよほど脅迫的に煽りのアングルでない限り俯瞰で描くということが行われすぎてるっていうこと。ところがあの実写関係のカメラマンはご存知の通り、実写で使うあの三脚の原則的な高さっていうのは地上90センチです。でこれはなぜかと言いますと、映画を撮る時に日常的でない映像を撮りたいっていう視点で、それがすごく当たり前なあの劇的なシーン、あ劇的な画面を作ろうと思った時に、見た目のこの高さよりちょっと低い方が要するに劇的なんですよ、映画的なんです。詰まってっていうのはどういうことかというと、つまり望遠レンズが流行った時期があります、実写の世界と。そうするとすごくロングのものもアップのものも同サイズでピシャッと実写なんかでも撮る、実はその映像の技法がそのまんまアニメに持ち込まれてきてしまって、本来全部セレなんだから、むしろ空間意識させるレイアウトをした方があの映像としては美しく見えるはずなのに、その距離感のない、それつまり人物と人物の間のその空間がないあのレイアウトっていうのがすごく出てきたんで、やっぱりそれもやめたいという。固定したポーズから動かさないっていうのは、これはあの純 あのアニメーション的なことでの指令です。コンテの上では立つという芝居が重要なのに、
きちんと座ってるところが立つわけです。だから確かにこれも立つなんです。ところが立って何とかをするっていうふうになった時には、立って実は私はっていう時には、ここの座ってるっていうところを固定して作画してほしくないんです。もうここから始めてもいいはずなんだっていうのが、これがここから始まる作画が走っても何をしても何をしてもものすごく多いんです。でこれは編集の段階でみんなカットしちゃいます。でこの2枚3枚っていう作画が無駄なんだから、ここから作画してくださいよっていうこと。ただ今それもアニメーションっていうのは本来そういう動きを描くものなんだから、こういうようなことはちょっと気をつけてやってください。それでとにかく映画作りの方向の感覚っていうものをスタジオ全体で醸成していきましょうっていうことで、こういうようなことを今各最低演出は気をつけるようにということで指令を出してます。ごめんなさい、長くなってしまいました。